はい、この時間はゲストを招きしています。本日東証一部に新規上場した株式会社雪国舞茸代表取締役社長足利巌さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。番組をご覧の皆さん、馴染みのある会社という印象の方も多いかと思いますけれども、会社の概要からご紹介いただけますでしょうか。はい、当社はですね、舞茸の人工栽培と量産のパイオニアでございまして、キノコの工業生産を手掛けるリーディングカンパニーでございます。ご覧のようにですね、舞茸をはじめですね、エリンギ、そしてブナシメジ、その他キノコを取り扱っておりますし、キノコを原料としました加工食品や健康食品といった事業も展開しております。はい、まあ、その中で特に主力の舞茸についてさらにご紹介いただけますでしょうか。はい、もともと舞茸はですね、人工栽培が非常に難しいと言われておりました。当社はその舞茸の施設栽培、そして大量生産といったところを確立してまいりました。また2016年にですね、新しい菌を導入しました。非常に食感風味に優れた大きな舞茸を安定的に生産することが実現できております。現在生産量ベースでは国内シェア 50% 以上でございます。また舞茸にはですね、大変豊富な栄養成分がございます。健康志向の高まりを受けてですね、舞茸も順調にマーケットが拡大してきているというところでございます。はい、では続きまして業績についてお伺いしたいと思います。お話にありましたマーケットについてまずご紹介いただけますか。はい、実は日本のですね、キノコ市場自体はこの十数年間、ほぼ横ばいの状態が続いております。主要なキノコの中で唯一舞茸はですね、ご覧のように拡大をしています。6年の平均でですね、8.6% という高い成長を遂げているというところでございます。また今後につきましてもまだまだ市場の拡大といったところが期待できるところで、当社としては今後の成長ドライバーとして3つの切り口で考えております。一つはやはり健康需要の高まり、こうしたところをしっかりと捉えていくと。もう一つはですね、舞茸が結構地域によってその消費度合いが違います。そうした地域差、これを解消することで需要を創出していこうと考えております。また舞茸に限らず、キノコは季節食材というような色合いがございますが、オフシーズンといえる春とか夏においてもですね、消費をしていただく、食べていただく、こういったような需要創出といったところにも取り組んでまいりたいと考えています。キノコの中で舞茸だけマーケット拡大してるんですか。そうですね、はい。この地域差っていうのは具体的にどういうことなんでしょうか。はい、やはり食文化によるところがあるんですが、もともと東日本では舞茸は古くから親しまれていたところなんですが、西日本ではあまりですね、馴染みがないといったような違いがございます。西の方も展開していきたいということですね。そうですね、すでに西日本の方にもですね、だいぶ販売を拡大してきています。確かな手応えを感じているところでございます。あ、そうですか。はい、では続きましてこちら売上高の推移ご用意いただきました。はい、当社は2015年の6月にですね、非上場化いたしました。その後ですね、やはり主力の舞茸に経営を集中して成長戦略を進めてまいりました。ご覧の通り売上高はですね、堅調に伸びてきているというところでございます。続いてこちらもお願いできますでしょうか。はい、こちらはですね、EBITDA と EBITDA マージンの推移を表したものでございますが、こちらも2015年の非上場化以降ですね、非常に堅調に伸びているというところで、直近2020年3月期においてはですね、EBITDA で87億円、マージンで 25.1% でございました。そして2021年3月期についてはですね、EBITDA で105億円、29.3% のマージンを予想しています。はい、では御社の強みという観点でさらにお話をお伺いできますでしょうか。はい、
当社の強み、そして競争優位性の源泉というのが今ご覧いただくこの独自のバリューチェーンというところにあると思います。5つのポイントがございますが、やはり研究開発力、そして模倣が難しい生産技術、そして商品ブランド力、そして当社独自のですね、小売との直販のネットワーク、そして価格戦略といったところがですね、当社の強みにつながっていると考えています。はい、人工栽培難しいということなんですけれども、工業生産について教えていただけますでしょうか。そうですね、はい、今ご覧いただいているのがですね、舞茸の生産工程を表したものでございます。左にまず培地の合成とございますが、基本的にはこう小学校を中心としたもので培地を作りまして、そこに他のちょっと当社独自のレシピを加えてですね、そこに菌を植え付けていくということになります。食菌自体はですね、今自動化といったものもすでに実現をしております。またこのバイオト育成という工程なんですが、大変広いですね、培養室そして発生室によってですね、まずは大量栽培といったものを実現しております。また光、温度、湿度、こういったような環境の制御をですね、行ってキノコの育成をしているというところでございます。で、最後その収穫と包装工程がございます。ブナシメジとエリンギについてはすでに全自動化といったものが実現できております。舞茸はですね、まだ人手で行っている工程がございますので、その工程についても現在 FA 化といったものに取り組んでいるところでございます。はい、こういった環境を有しているということですね。はい、続きましてこちらはどうでしょうか。そうですね、当社のちょっと舞茸の特徴、そしてそこの差別化という点についてお話をさせていただきたいんですが、現在の舞茸極みという商品名で販売をしております。これが2015年にですね、新たに導入した菌でございます。従来のものに比べて環境変化への耐性が非常に強く、ぶどう回りも高く、生産が安定しているというところです。そして当社の栽培方法がですね、袋栽培と言われる方法でございます。写真ですと分かりづらいんですが、だいたいそうですね、1個3キロ近い大変大きな培地に舞茸の菌を植え付けて、でそこからできる舞茸自体もですね、1株が900グラム以上と大変大きなキノコに育ちます。まずこの一株が非常に大きいということから、当社はですね、需給に合った多様な容量の商品の展開、これが実現できていると考えています。またこの袋栽培の特徴としてですね、非常にうまみそして風味のバランスのいい品質の舞茸ができるということと、もう一つが写真にあります白い部分ですが、茎といったところがしっかりとできます。これがやはり舞茸特有の歯ごたえ、弾力性といったものを再現しているというふうに考えています。我々がスーパーで目にするものよりも本当はもっと大きいという。大きいですね。はい、はい、では、強みの最後こちらもお願いできますでしょうか。はい、当社はですね、廃棄ロスが非常に少ない生産体制といったものを実現しております。また栽培に使用した後のおがこ、これについてはバイオマスボイラーの燃料などをすべて再利用しているとともに、培地への再利用といったことにも現在取り組んでおります。またエネルギーに関しても変換効率の高い新電力、あるいは LNG といったものの導入を進めております。非常にクリーンでエコフレンドリーな、そういうエネルギーの活用、これによってですね、CO2 の排出量の削減といったところにも取り組んでおります。はい、それでは続きまして、今後のビジネス展開についてもお伺いできますでしょうか。はい、まずは舞茸をはじめとした既存事業の拡大によるオーガニック成長といったものを進めてまいります。当然先ほど申し上げた FA 化の推進、あるいは舞茸の市場拡大に伴う生産能力の拡大といったところにも注力してまいります。もう一つは M&A を活用した事業ポートフォリオの強化ということで、
高付加価値なキノコ、こういったものをですね M&A で取得して、まあ、ポートフォリオ自体強化をしていきたいと考えています。3つ目としましては、やはり日本のみならず海外への展開といったところも考えております。現在いくつかの国でですね輸出販売をして、まあ、マーケティングのリサーチを進めているところでございます。M&A はもしお伺いできるようでしたら、同業他社というようなイメージになるんでしょうかね。そうですね、同業他社、キノコのメーカーといったものも対象になりますし、あるいは当社の川上にあたります原材料、あるいは金の開発メーカー、こういったところもターゲットになってくるかなと考えています。はい、今のコロナで食生活見直すようなトレンドというのはやはり、まあ、正期ということになるんでしょうか。はい、そうですね。はい、では最後になりますけれども、番組を見ている投資家の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。はい、当社これまでですね、舞茸のリーディングカンパニーとして市場の拡大、需要の創出取り組んでまいりました。日本はこれからやはり高齢化といったものが加速度的に進んでまいります。その中でやはり健康寿命というのがキーワードとして非常に関心が高まってくるのではないかと考えています。この健康寿命を伸ばすにはですね、やはり食習慣といったものが非常に大事な要素になってくると考えています。当社は舞茸をはじめとしましたキノコをですね、皆様方にお届けすることで、まあ、こうした食習慣の改善といったものにですね、貢献してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この時間は雪国舞茸の足利巌さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。